パリ・サンジェルマン、PSG のスポーツディレクター、PSG を務めるレオナルド氏が、フランスサ、連盟、会からキリアン・ムバッペの新型コロウイルス陽性を知らされなかったことについて激怒した。7日に、仏紙、レキップが報じている。シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、UEFA ネーションズリーグを戦うため、フランス代表に招集されていたムバッペ。現地時間5日に行われたスーデン戦では、決勝点を決める活躍を見せて、1-0の勝利に貢献していた。その後、7日朝に行われ、新型コロナウイルスの検査でムバッペの否が判明。フランス代表を離脱し、自宅に戻って、己隔離することになった。ただ、フランスサ、連盟はすぐにムバッペの陽性を、PSG に伝えなった模様。レオナルド氏が7日夜に、仏メディア、RMC、出演し、我々のチームに、陽性の選手がいること、マスコミから知ることになるとは、到底受け入れられない事態だとし、連盟は誰もクラブに楽してこなかった。それは、敬意の欠如だとこんと。すでに、ネイマール、マウロ・イカルディ、ンヘル・ディ・マリア、レアンドロ・パレデ、ケーラー、ナバス、マルキーニョスの6人の、新コロナウイルス陽性が確認されて、神経質にっていただけに、フランスサッカー連盟の対は、受け入れられないものだったようだ。りょう。